きのう夕方、鹿児島市でバイクが男性に衝突し、男性が意識不明の重体となっています。またバイクを運転していた男性1人がけがをして手当てを受けています。警察によりますと、きのう午後6時40分ごろ、鹿児島市東谷山3丁目で走行中のバイクと近くに住む無職畑中福美さんが衝突しました。畑中さんは頭などを強く打ち、病院に運ばれ意識不明の重体となっています。警察によりますと、現場近くに自転車1台が倒れていて、事故との関連を調べているということです。バイクを運転していた鹿児島市の介護助手の男性も顔などに怪我をしていて、意識はあるものの話ができない状態ということです。現場は見通しのいい片側2車線の直線道路で、警察が詳しい事故の状況を調べています。